どうも、ヨッピーこと伊藤です。今日はですね、久しぶりにラジオ収録ということでやってます。かなり久しぶりな感じがしますけどね。こちらでの配信は久しぶりになるんですが、実際に情報配信、ツイッターやノート、ブログなどでは日々更新していましたので、そんなにね、久しぶりに感じない方もいらっしゃるかと思うんですが、今回はこの音声ラジオをちょっとね、使う機会があったので、まあ再開というかね、気軽な感じで始めてみようということで、本日撮っています。しばらく離れてた理由としてはね、まあいろいろあるんですが、詳細はまたね、おいおい話すとして、音声ラジオではブログやツイッターなどで話せないこと、そういったことを配信していけたらなぁと。あとはね、やっぱりもっと気軽に配信したいなっていうのがあるんですよね。YouTube もそうですし、音声配信もそうですし、堅苦しい内容よりも日常あったこと、あとは隙間時間でふと思ったことなんかをね、話せたらと思います。今日はまあ久しぶりのね、復帰ということもありますので、あまり長くは話さないご挨拶程度で終われればというふうに思います。久しぶりにログインしたら、結構メンバーというかよく見る人たちがね、いなくなってたり、まあ講師をやめてるのかな、もしくは聞き前になったり、ライブ配信でアーカイブを残していない形になっているのかもしれないんですが、かなりね、入れ替わっているような印象があります。同時にずっとね、配信をね、続けてたというようなおなじみのメンバーも目にするわけですが、それぞれみんな思いがあって続けてたり、あとはやめてたり、まあ、やめる人はね、もうこの配信も聞いてないんでしょうけど、いろいろな事情があるのだと思います。で、なかなかこの配信というのができなかったのは、ここ数ヶ月特になんですけど、騒音がひどくてですね、まあ騒音がひどいというのか、まあ工事の音が鳴り響いてて収録どころじゃないというような状況でした。音声だけじゃなく動画も撮影できないですし、ウェブセミナーをやってもちょっとね、音を拾ってしまうというような感じで、これがまた数週間ぐらいで終わればよかったんですけどね、ここ数ヶ月ずっと続いてて、でようやくね、まあビルなんですけどね、商業ビルかな、その解体がね、終わったというところで、これから新しくまた建っていくという過程に入りそうなので、これはね、もう閉まってても仕方ないなということで、この騒音にはあまり気にしない形で付き合っていこうと思います。なのでね、収録できなかったり配信できないということも多いと思いますが、空いている時間があればこんな形でまたベラベラとダラダラとお伝えできればと思いますので、また聞いてください。ということで本日はこのくらいで、それではまた。